汗だと、あとキャットフード食べたい。名乗らなくなっちゃった。勝手に食ってもはい、ということで今回の動画です、皆さん、最近流行ってるものって何ですか？ざっくりしてたぶんちょっと出遅れちゃったんだけど、ベーコンホヘホハイ、ベーコンホヘホハイじゃなくてフェーフォンフォンフォフォイ、まあ分かんないよ、それは適当だよ、もうウィンガーディアデビオスね。そんな感じの単語があるんですけれども、ベーコンポテトパイをちょっとそういう言い方でも頼めますよっていう。流行りね。だから俺ら実際に本当に口の中に熱いものを入れていっちゃおうぜっていう。あーいいね。俺シリーズかよ。第1回口の中で熱いものを入れて頼もう選手権、イエイ。どこでもできるね、やりようだい。これネタのストックがいっぱいできたので、マックさんありがとうございます。いいね。口の中にまあ最初はやっぱ銀だこで、銀だこも売り上げ伸びる。そう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 、もうウィンウィン、はい、いいね。それではエース、たこ焼きのノーマル、ノーマル250円、ありがとうございます。はい、ということで熱々です。じゃあちょっとどれぐらい熱々かがちょっと食べます。喋れないわ。あ、それでは第1チャレンジャーいきます。レディーゴパニックになってる。ここ、ダウコンとどうか。始まりました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 。カズオクバーガー、ここ同じ。カズオクバーガー。あ、忘れた。ココムバーガー、ここ同じ。チキバーガー、私です。僕が頼んだのはベーコンポテトパイと月見バーガー、はい、ビッグマック。僕自信過剰なんで2個食いでいきたいと思います。おお、それではいきたいと思います。せーの、す熱っ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 、フェアハウスを、高橋先生、フェアハウスを、次に行こう。はい。めっちゃ先だ。そう、グランフェアハウスのタイプ。グランベーコンチップス。グランクラブ。グランクラブハウス。はい。メニューのリンクお願いします。それから、コーラ。コーラ。答えは、こちら。グランクラブハウス。おお、合ってる、正解。で、ちゃんとオプテトもありつつ、あ、コーラです。おお、シャカチキはあって、からの、いや、それは、いやいやいや、違う、粉だから、粉だから、あ、粉か、シャカシャカするから、粉か、あ、チーズ、まあ、やっぱり、マック。行ってまいります。いってらっしゃい。はい、熱い、熱い。ビッグマックのセット一つで、チキンマックナゲットで、ドリンクが総計ミチャーで。風を切って走ってゆく希望の街へと。入れました。じゃあ答え合わせちょっとしないと。答え合わせ一応しとこうか。答え合わせ一番最初に頼んだのはビッグマックのセット。おお、はい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 。まあもちろん、ああもうさすがです、さすがです、はい。チキンマックナゲット、おー、チキンナゲットですか。まあまあありだ、はいはい、ドリンクはしっかり送検。結論的に言うと冷めました。